マホロバの陣立てへようこそ。今回は信長の野望大志 with パワーアップキットにおいて、統率の違いによる決戦時の移動速度と指揮ゲージの違いについて検証します。統率は決戦場面では部隊の移動速度と指揮ゲージに関係しています。統率の差によりどの程度の差異が発生するのかということを調べていきます。なお武将は紹介用の統率エテノスケ、こちらの武将です。そして統率ヘタノスケ、こちらの武将ですね、という2名の新武将を作成しました。ヘタノスケは常に統率を1の状態、エテノスケは10から始めて5ずつ上げ、そこから100までひたすら決戦場面で指揮ゲージの差と移動速度の差を見てみようと思います。それでは実際にどのような差異が発生するのか見てみましょう。それではまず10対1の状態から見てみましょう。指揮ゲージにはこの状態だとほとんど差がないように見えます。そして移動速度はちょうどこの戦場は少し狭めの戦場なので、端から端までこの状態の視点で見ることができます。それでは早速見てみましょう。よーいドン。やりたい前、やりたい前、やりたい前。1と10はやりたい前、投げ払え。ほとんど変化がなさそうに見えますね。やりたい前、やりたい前。ほぼ同着という結果になりました。続いて15対1です。まだ指揮ゲージにはほとんど差がないように見受けられます。それでは移動速度の方も見てみましょう。よーいドン。やりたい前、やりたい前。15対1でも全く差がないように見受けられます。まだ差はなさそうですね。続いて20対1です。まだ指揮ゲージには差が見受けられません。それでは移動速度の方も見てみましょう。よーいドン。やりたい前、切り込め、叩き潰せ。やりたい前。まだ全然変わらなそうですね。やりたい前、全く同じ速度。もしかすると移動速度は何か加減があるのかもしれませんね。30とか40とかまではもしかしたら一律なのかもしれませんね。ちょっとそれを先に調べた方が良さそうですね。調べてみたのですが、50までは全く変化がありませんでした。どうやら加減が設定されているようで、1から50までは一律となっている様子です。失礼しました。今現在エテノスケは統率を55に設定しています。この辺から指揮のゲージに少し差が出始めています。移動速度の方も少し変化があるので見てみましょう。よーいドン。やりたい前、やりたい前。そう、わずかですが、エテノスケの方が速くなっています。やりたい前、やりたい。この辺からちょっとずつ変化があるみたいですね。ちょっと5ずつ上げて調べたので完全な数値までは分かりませんけど、もしかしたら51から上ぐらいになってくると変化が出てくるのかもしれませんね。続いて60対1です。この辺になってくるとだいぶ目に見えて変化が分かるようになってきましたね。それでは移動速度の方も見てみましょう。よーいドン。叩き潰せ、叩き潰せ。お、出だしから結構差が出てきました。1回分以上、あー、だいぶ結構差が出てきましたね。やりたい前、切り込め、横槍を入れろ。いい感じです。だんだん差が出てきましたね。やりたい前。
続いて65対1です。よーい、ドン。やりたい、前へ、やりたい、前へ、切り込め。やりたい、前へ。もう目に見えて差が出てきましたね。やりたい、前へ。続いて70対1です。よーい、ドン。続いて75対1です。この辺りから式ゲージがおよそ2倍近くまで変わっているのが見えます。それでは移動速度の方も見てみましょう。よーい、ドン。だいぶ差がついてきましたね。続いて80対1です。よーい、ドン。切り込め。やりたい、前へ。やりたい、前へ。叩き潰せ。足がりたい、踏ん張れ。叩き潰せ。投げ払え。やりたい、前へ。やりたい。続いて85対1です。よーい、ドン。続いて90対1です。よーい、ドン。切り込め。やりたい、前へ。やりたい、前へ。叩き潰せ。切り込め。やりたい、前へ。やりたい、前へ。続いて95対1です。よーい、ドン。やりたい、前へ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 。切り込め。やりたい。最後に100対1です。デフォルトの能力値だと最も差のある状態になっています。式ゲージを見ると見た目では 2.5 倍ぐらいの差があるように見えます。移動速度はどうなっているのでしょう。よーい、ドン。叩き潰せ。投げ払え。あ、出だしから明らかに速さが違いますね。ゼノスケの方は先鋒を使っているんじゃないかというぐらい速いです。足がるたい、踏んだれ。やりたい。あ、ここまで差が出るとは。動画の趣旨から外れてしまいますが、気になったことがあったので調べてみようと思います。先ほど統率100と1の状態の移動速度の差を調べてみましたが、エテノスケの戦法を早掛けに変えて、なおかつ騎馬隊となって、さらに移動速度を全開まで上げた状態だとどれぐらい差がつくのかというのを調べてみようと思います。エテノスケの早掛けを玉打ちの6段階上昇した状態まで使って、このまま速度を比べてみようと思います。それではよーい、ドン。やりたい、はやはい、やりたい。これは圧倒的な速さで到着。これ移動、4.5 倍ぐらいの速さで動けるようになってるんですかね。これだけ速いとさぞ動かしてて楽しいでしょうね。制御がちょっと大変かもしれませんが、やりたい。はい、というわけでちょっと趣旨から外れてしまいましたが、最速と最遅の状態を調べてみました。今回は統率差による移動速度と式ゲージの違いについて検証しました。いかがだったでしょうか。加減が設定されていたのは本編をプレイしていて私は全く気がつきませんでした。式ゲージに関してはパワーアップキットになって式の重要さが非常に薄れてしまった影響もあり、差はあれどそこまで気にしなくてもいいかなという印象です。
加減の数値の武将でも1対多数で戦わないよう注意したり、うまく強撃できるように動くなどである程度は戦えるようになっていますね。そして加減である50までの移動速度と100の移動速度の差が思った以上に大きかったことに驚きました。攻撃力、防御力はもちろん大事ではありますが、統率は戦術面で優位を取りやすい移動速度に影響があるため、士気も低いよりは高い方がいいのは間違いないので、実は最も重要な数値なのかもしれません。動画ではデフォルトで最も高い統率100で検証しましたが、個性や方策、志などによる移動速度の上昇は加味していません。成長による能力値の上昇もあるので、武将や状況によってはもっと早く移動できるということですね。統率100でも十分に速いように感じましたが、さらに速いとなると敵にとってはさぞ恐ろしい存在になることでしょう。補足情報などありましたら、自分では気づけなかった発見もたくさんあると思いますので、ぜひコメント欄にお寄せください。当チャンネルでは他にも検証の動画や戦法に関しての紹介動画を作成していますので、気になる内容のものがありましたら他の動画にも目を通していただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。